花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。すいません、水曜日も言ったと思うんですけど、ちょっとこれから MC の時間なので下がっていただいてもよろしかったですか。俺のポージングいらないですか。いらないかな。いらない。いらないの。ごめんなさい。ごめんなさい。はい、ということで今日は新刊ライブ来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。今日トリを務めさせていただきます。ビーズと言います。よろしくお願いします。このくだり前も見たよっていう人もいるかもしれないんですけど、すいません、ちょっと同じくだりだったんですけど、前よりはちょっと進化して、ちょっとだけ面白くしたんですけど、どうだったかなっていう話なんですけど。まあそうですね、明日から本入会始まるということで1年生の皆さんですね、2年生、3年生の方もいるのかな、入ってくださいみんな、待ってます自分たち急だなぁ、切実なんだよな、待ってます。4年生の皆さんも今日来てくださってありがとうございます。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 自分無事20歳になりましたので、いつでもおめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。いつでもお忘れする、する、あ、そういうことじゃない、そうか、そうか、そうか、そうチャイムとの戦いが、そう、チャイムとの戦いが、チャイムになっちゃうから、ね、ちょっともうすぐ歌わなきゃいけないんですけど、ちょっとじゃあこの前聞かなかったので使う、そう、新刊どうだったかな、もらっていいかな、一言どうですか、歌振りだね、歌振りだね、随分歌振りだね。まあそうですね、自分は最初の方はずっと受付にいたり横でいろいろやってたりしてたんですけど、とてもいいのかなと、いいのかなと、楽しかったなっていう感じです。はい、無難だ、無難だよ。じゃあ、ちょっと時間もあれなんで、曲紹介含めて、最後、じゃあ、三宅なんか、そうですね、一言、新入生の方に言っていただいて、曲紹介もしていただいて、そのまま入りましょうかね。じゃあ、詰め込むか。まあ、この素晴らしいビーグルというサークルにね、万歳って感じでね、今回お送りするのはウルフルズさんという万歳好きでよかったという曲をお届けします。はい、はい、お届けします。お届けします。はい、ということで、はい、最後楽しんでいってください。それでは聴いてください、ウルフルズさんで万歳です。イエーイ、君を好きでよかった、このままずっとずっと死ぬまでハッピー、万歳、君に会えてよかった、このままずっとずっとララな二人で、よろしくお願いします。ありがとうございます。つまらないことで君を困らせて、出すたび赤くなる、笑っちまうくらいに毎日はただもう過ぎてく、あっという間にせやせや幸せな気分で時は帰り道君を思い出せる、コンビニをうろうろしながら思い取らないように、
ピー万歳。